ちなみにこう人が喋ってる時にかぶせる、これ東大生あるある、ね、分かんないですよ、落合陽一さんもチェックしないと。でそれ YouTube っぽいっていうのが東大生っぽいんだよな、もうその斜めから見る感じが。じゃあロゴだ。じゃあ実際にインドに来てお仕事をしてどうですか、日本で仕事をするのとインドで仕事をするのってやっぱ違いますか。まあ海外で仕事をするのって大きな括りはあると思うんですけど、うん、できればインドにちょっとフォーカスをした上で回答していただきたいですね。いや、まあ、もう全然違いますよね。はい、だこれはもしかしたらそうなのかなと思うんですけど、僕が東京支店で仕事をしてた時っていうのはもう本当にいろんな国の人ととにかくメールでやり取りをしてたんですよ、うん、だからシンプルにそのレスポンスタイムっていうのがもう如実に分かるんですよね。でその中でやっぱりインドの人は遅い、もうとにかく遅い、もう今日中にやってって言った仕事が例えば1週間後とか2週間後に出てくるのはザラで、まあ、出てくればまだいい方で、出てこないからもうひたすらフォローアップのメールを出すし、もう自分でも電話をするしっていう感じですね。だからそこのそのやっぱ時間に関する感覚の違いっていうのはこのインドに来てもう日本時代でも感じてたし、インドに来てなおさらその印象が強くなったなと思いますね。もうインド人はやっぱ、はい、はい、すいません、はい、それってちなみにこう人が喋ってる時にかぶせる、これ東大生やろ、それその遅いって、うん、インド以外でもあるんじゃないって思った。あるあるあるけども、とにかくそのインドの遅さが異常かな。うん、まあ、それは東京で働いてて、そうそういろんな国とやってたからこ そうだから順番で言うと、まあ、インドが一番遅くて、うん、で次がまあ中南米諸国かな、うん、で次がアフリカで次が、東南アジア、いや東南アジア結構早いんだな、で次がヨーロッパかな、ヨーロッパで東南アジアでアメリカの順番ですね。で、まあ、一番早いのはもちろん日本なんですけど、うんうん、っていう感じですね。だそれはもうインドに来ても変わらないし、だからこそこっちの働き方はもっとこうアグレッシブになるっていうか、その相手をそのスケジュール上は信頼しないっていう、もうこの仕事頼めば絶対やってくれるだろうじゃなくて、もう最初から最後までもう全部管理して、もう期日通りに出てなかったらもう即フォローアップ入れる、電話する、メールする、でその上司をつつくみたいな、そういうインドなりの仕事のやり方はこの2年で身についたかなと思います。じゃあロゴだ。まあ、今まだ来て7ヶ月なんですけど、まあ、それは一つだろうなと。そのまあしっかりとこう管理をして、でその担当者がやらないんだったらその上の人をつっついてちょっとやらせてもらうみたいな、まあ、若干ヒエラルキーがしっかりした組織が多いからっていうのも一つだと思うんですけど、最近その同じ会社で思うのが、結構こう、まあ、信頼関係が先だなって思う。なんかこう、まあ、いろいろ仕事がある中でインド人の人と一緒にやる仕事があった時に、ただこうポーンとメールで投げてやってくれる人もいるし、やってくれる時もあるけどもうすぐ帰ってくるみたいな、うん、でもそもそもその人とこう普段のコミュニケーションができてるかとか、うん、まあこう、まあ、当然その案件の背景もちゃんと伝えててとか、なんかそういう細かいところをおろそかにしない、ランチ一緒に行こうとか、うん、なんか好きじゃん、うん、そういう、もう人と人とのつながりみたいな、それしていくと、なんか遅かった人でも、いや今回俺と一緒に初めて仕事するねみたいなことで、おやろうぜみたいな、うん、なんかなんだろうね、あんまりこうビジネスパーソン的にどうなのってところはあるけど、でもそれで結果仕事がうまくいくっていうのは、うん、これインドの面白いところだなって感じて、だからあれですね、公私混同ですよね。日本よりもよりこうそこが2つ一緒になってるっていうか、やっぱりプライベートでも仲いい人の仕事は優先的に引き受けてコンプリートするし、まあそうじゃない人はもう本当にこう外国人から受ける仕事みたいな感じで、はい、もう存在に扱うみたいな、結構それはありますよね。そうだよね、うん、
流行りのワークアズライフをライフアズワークぐらいのえ、ワークアズライフは分かるでしょ。ちょっと分かんないです。分かんないです。落合陽一さんはチェックしないと、うん、すいません、はい、何ですかそれは。あのまあ結構ワークライフバランスって今言われてるじゃないですか、うん、なんか残業時間削って働きやすい感じでいきましょうよみたいな感じだと思うんですけど、じゃねえと。そもそも日本ってこう100勝の国だと、100勝って100の仕事持つ人間たちだぞ、うん、そんなワークライフバランスとかじゃなかったでしょ僕たちみたいな。そんな西洋列強の考え方をこう真に受けてそれ真似しましょうみたいなことやってもうまくいくわけないでしょ。ちょっとあの諸説ありだと思うんで違うなと思ったらちょっとコメント欄に YouTube っぽい YouTube っぽいっていうのが東大生っぽいんだよな。もうちょっと斜めから見る感じがもう斜め45度の上から上からこう 見がちっていう、まあ、で結局そのなんすかライフアズワークの定義は何なの。ワークアズライフ、ワークアズライフは背景だけ言われてもさ、いやワークライフバランスではないと、ああ仕事と生活をそもそも分けてんじゃないと、ああという考え方だから、9時5時で仕事をしましょうとか、なんだろうな、これは俺の仕事だけどとか、なんかそういう感じじゃな い, っていう。だから生活の中に仕事があるっていう考え方だ、ね、そうですね。逆だね。あ逆、仕事の中に生活があるとか。はいはい。で、インドの場合は、さっき言ったのは、多分生活の中に仕事があるだから、うん、ライフアズワークだな。なるほど。よくわかりました。ダン。クリア。ダン。ダンですね。はい。はい。ということでした。以上。はい。チャロスター、チャロー。この度はご視聴いただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ましたら、おチャンネルのご登録と高評価と良きお言葉、お SNS のおフォロー、何卒よろしくお願い申し上げます。